今日の洗濯情報をお伝えします。洗濯指数マップを見ていきましょう。今日は高気圧圏内となり広く日差しが届きます。よく乾くというところが多くなりそうですね。日差しを有効にご活用ください。ただ新潟や東北日本海側はざっと雨が降る恐れがありますので部屋干しが安心です。北海道札幌周辺は日差し届くんですけれども気温が低めなので乾きは良くなさそうです。そして南西諸島、こちら今日も雨が降りやすく雨風ともに強まる恐れがあります。部屋干しにしておきましょう。指数マップ見ていきました。では今日の天気の変化確認していきましょう。時間進めていきます。オレンジ色、日差しが届くエリアがこの後も広くなります。ただやはり新潟から北日本の日本海側にかけて雨や雪が降りやすくなります。北海道も道北周辺で雪が降りやすく路面状況悪化する恐れがありますのでご注意ください。西日本、東日本は広い範囲でこの後も穏やかな空が続き洗濯日和となりそうです。では今日の空読みも見ていきましょう。空の注目ポイントです。北海道、煙るような雲はにわか雪のサインです。東北から新潟にかけて尻尾の伸びるような雲はにわか雨のサインです。隙間で日差しが届く可能性もありますが今日は雨にご注意ください。種子島、屋久島もにわか雨に要注意です。沖縄、奄美、黒い雲が近づいてくると強雨のサインです。雲の色にご注目ください。空の注目ポイントをお伝えしていきました。以上、洗濯情報でした。